宅配の気持ち、作、ダーマ。女優になるために東京へ行かせてください。私は両親に土下座をしながら叫んだ。心の中では余裕で賛成してくれると思いながら、しかし両親の答えは揃って反対だった。あれだけ夢見ることは大切だとか、夢を持つことは必要だとか言ってたくせに、なぜ。がっかりだ、がっかりすぎる。だったら高校で東京の劇団に受かった時に反対してほしかった。2時間かけて通った3年間をどうしてくれる。女優になることに反対してるんじゃないの。高校を卒業したら東京に行くってことに反対してるの。母がへの字眉毛で言った。まったく、劇団の研究生の時から正団員になれば寝る暇もないほど忙しくなると何回も言ってきたのに、今さら何を言ってるの。もしかして母はその言葉が東京行きを示唆しているとわからなかったの。いや、母はそんなに鈍感ではない。今より忙しくなるなら帰りの電車の中で寝ればいいじゃない。いや、鈍感だった。またまたがっかりだ。すると今度は父が勝ち誇った顔で言った。じゃあ東京に行って名女優になるまでどうやって暮らしていくんだ。わしらの金は当てにするな。私の頭の中で何かが切れた。当てになんかするわけないでしょ。劇団員はね、みんなバイトと稽古の毎日なの。残飯食べて女優を目指すのよ。それにね、お母さん、この劇団はとっても有名だから稽古が半端ないの。それが週3から毎日に変わるんだよ。東京に行かなきゃやってられないでしょ。それともお母さんは私が無理して倒れた方がいいわけ。私のキレっぷりに両親は固まってしまった。その間に私は、私遠藤麻美は誰が何と言おうと東京で立派な女優になりますと啖呵を切り、そこから立ち去った。後ろから父の声が聞こえた。お父さんは反対だ。高校の卒業式の翌日、私は家族が起きてくる前に大きなボストンバッグを抱え東京に向かった。不安や孤独なんて何も感じなかった。ただこれから待つ未来だけを夢見ていた。東京での生活はバイトと稽古の毎日、アパートには寝に帰るだけというハードな日々だった。バイトでは居眠りをし何度も怒られたが、その分稽古には集中できた。正団員になり稽古量が増した分厳しさも増し、疲労は半端ないものだった。その疲労を理由に私は頻繁に連絡が来る母の電話やメールを全て無視した。ただ月1回送られてくる宅配だけは受け取った。受け取らなければその宅配は実家に戻り、心配した両親がどんな行動に出るかわからないからだ。宅配の中身は毎回東京でも買えるような日用品が入っていた。私はいつも腐るものがないか確認すると、段ボール箱ごと部屋の隅に押しやり、上へ上へと積み重ねていった。もうすぐ盛大になって初の舞台稽古が始まる。私は宅配の中身よりそのことで頭がいっぱいだった。期待でいっぱいだった。しかし舞台稽古の初日にその期待はあっさりと裏切られた。
テレビでよく見る演出家が椅子にふんぞり返り、ただ怒鳴り散らすだけの稽古場。朝から汚い言葉の連続。舞台稽古って演出家が演者に鬱憤を晴らすものなの？私はこれがどうしても稽古だと思えなかった。しかし一方で、演出家の要求に応えようと必死に何度も同じ芝居を繰り返している演者を見ていると、これが稽古だと思いたい自分もいる。そんな自問自答を繰り返していると、演出家がため息交じりに手をたたいた。次のシーンの合図だ。私はなるべく演出家と目が合わないように定位置についた。そう、このシーンから私は登場する。それも私のセリフから。喉が命の舞台で、演出家がタバコを吸いながらスタートの合図を出した。あなたは？え？なんで？声が出ない。くわえタバコで演出家は言う。聞こえねえんだけど。もう一回。演出家が手をたたく。あなたは？やはり声が出ない。その時、演出家のくわえタバコが口から落ちた。慌ててスタッフが拾い、灰皿で消す。おい、俺のことなめてんのか？と怒鳴った。私の体は震えていた。当然声など出ない。演出家が椅子を蹴った。緊張が稽古場を凍らせ、私の体、喉を締め付ける。演出家は汚い言葉で私を打ちのめしながら、何度も同じセリフを要求した。私の喉はもう窒息寸前だった。気づくと涙がこぼれそうになっていた。呆れた顔で演出家が私の顔を覗くと、え、泣くの？と言い、ため息をついた。そして、もうお前無理だわ、帰れ、と私のカバンをドアへと投げた。もう限界だった。私はカバンをつかむと外へと走った。上下ジャージという稽古着姿の私は、顔をカバンで隠し、泣きながら夜の東京を歩いた。すれ違う人々が何の感情もない目で私を見ていく。東京に来て初めて孤独を感じた。いつもより駅が遠い。私はしゃがみ込みたい衝動を抑えながら、足を引きずるように歩いた。誰かに大丈夫と言ってもらいたい、そう思いながら。今夜はいつも混んでいる電車が私の心の中のように空いていた。私は端に座ると、頭の中で繰り返される演出家の汚い言葉を遮るように目を閉じた。苦手な電車の揺れがなぜか今は心地よい。ふと学生時代、母と自転車で二人乗りをしたことを思い出した。あの時の揺れと似ていた。終点ですよ。駅員に揺さぶられ、私は目が覚めた。
やば、寝過ごした。私は慌てて電車降りた。え、ここは？なんと私は実家の最寄り駅のホームに立っていた。やっちまった。傷つきすぎた人間というものは自然と自分が一番求めている場所に向かってしまうようだ。ああ、なんてことだ。そりゃ帰りたい。けど、こんな泣き晴らした目で帰れない。いや、そもそもあれだけの単価を切って出てきたのに、帰れるわけがない。よし、東京に戻ろう。ちょうど、反対ホームに東京方面の電車が止まってる。私は反対ホームへと足を踏み出し、動かない。足が動かない。どうして？試しに改札口へと足を踏み出してみる。難なく足が動く。もう一度反対ホームへ足を踏み出す。やはり動かない。どうやら私の心と体は改札口に向かうことで一致しているようだ。ああ、なんてメンタルの弱さ。私はとぼとぼと改札口へと歩き出した。実家まで歩いて数分、私は突然帰ってきた理由を考えていた。しかし何も思いつかない。もう目の前に家の玄関が見えている。焦れば焦るほど頭の中は真っ白だ。どうしよう。そもそも長い間音信不通の私がこんな時だけ帰るなんて、やっぱダメだ。私は抵抗する体を無理やりひねり駅の方へ向けた。あさみ？ん？振り返ると玄関の前にパジャマ姿の父が立っていた。おかえり、早く入りなさい。久しぶりに見た父の笑顔。うん。私はぎこちなく返事をすると、ドアを手で止めてくれている父の腕の下をくぐり中に入った。その時父が缶ビールを背に隠しているのがちらりと見えた。見慣れた玄関、並べられた3人分の靴、サンダルを脱ぎ捨て玄関を上がっていく父を見ながら、私は玄関から上がれずにいた。家族の並べられた靴の中に、当たり前だが私の靴はもうない。お父さん、また外に出てビール飲んだの？ビールは風呂上がりじゃなくて夕食の時って言ってるでしょ。飲んでないよ。ほら、まったく。純平、お風呂は？追い出きした？まったく。いつもと変わらぬ会話。その時母が玄関へと出てきた。突っ立っている私と目が合う。私は固まった。しかし母は、おかえりあさみ、早く入りなさいと言いながら風呂場へと入っていった。以前と変わらない母の態度を見て私がポカンとしていると、今度は
弟の純平が出てきた。兄貴おかえり。タオルを肩にかけた純平が私の前を通り過ぎ風呂場に入っていく。またまたいつもと変わらない態度。ただいま。私は一瞬高校時代に戻ったような気がした。父も母も純平もあの頃のままだ。しかし私の熱くなったまぶとと充血した目は高校時代に味わったのものではない。私は現実に引き戻された。いつまでも玄関で突っ立ってるわけにもいかない。私は大きく息を吐くと靴を脱ぎ一歩ずつ踏みしめるように玄関を上がった。その瞬間私の頭の中が混乱した。なんだこの知り合いの家のような感覚。私は急に不安になり自分の部屋に駆け込んだ。私の部屋は出て行った時のままだった。慣れ親しんだベッドに横になるとやっと普通の呼吸ができた。はあ、やっぱり実家が一番ホッとする。すると私の心がまたここで暮らしたいと叫び始めた。もう東京から逃げたい。夢から逃げたい。その時母がドアを開けた。あさみ、ご飯の前にお風呂入っちゃいなさい。いつもの母の言葉。うちは夕食前にお風呂に入るという決まりがある。ねえ、久しぶりに二人で入らない？母がいたずらっぽい顔で笑った。狭い浴槽に私と母。私はなんとなく居心地が悪くて、乳白色の湯船をじっと見ていた。宅配で送ったもの、ちゃんと使ってる？母が唐突に聞いた。え？あ、うん。私の頭の中には部屋の隅に積み重なった段ボール箱が浮かんでいる。本当に？使ってたらそんな顔しないはずなんだけどな。母がぼやいた。どんな顔？私は何気なく手で目を隠しながら聞いた。他人行儀な顔。私は少しほっとした。そりゃしばらく帰ってなかったんだから初めはそうなるでしょ。母はまだ納得していないようだ。じゃあ受け取っただけで開けてないとか。開けてるよ。私は向きになって答えた。開けてはいる。それは事実だ。すると母はクイズ番組の早押しボタンよろしく言おうたたき、じゃあ開けただけだと風呂場にこだまする声で答えた。この母の一言に私の目は泳いでしまった。母はそれを見逃さずにやりと微笑んだ。まったく、あの宅配はね、家族のつながりなのよ。え？お父さん、虫が出ると浅見に送ったのと同じ殺虫スプレーで瞬殺して言うの。これなら虫がダメな浅見も大丈夫だな。お父さんは？
純平なんてトイレから出てくると俺の部屋もいい匂いに変わったから兄貴の毛も平気だなってズボン開けながら言うのよ。母が笑いながら言った。何それ。私も思わず笑ってしまった。お母さんだってそう。麻美の好きなインスタントコーヒーを朝入れるとね、今日も頑張ろうって思うの。みんな大げさだな。私の心の中に嬉しさと宅配を放置した後悔が入り混じった。みんな麻美がいなくて寂しいのよ。それにね、うちと同じものを使ってれば麻美がホームシックになることもないでしょ。こうやって帰ってきても違和感ないし。だからバレたのよ。母が怒えんだ。で、そっちは大丈夫？母が私の目を見ながら言った。何が？私はとぼけた。麻美は大丈夫よ。え？一番聞きたかった大丈夫の言葉。それなのに私は逃げるようにブクブクと湯船の中に潜った。麻美は一人じゃないんだから。湯に塞がれた耳からささやくような母の言葉が聞こえた。私は湯船の中でありがとうと言葉にならないブクブクを発した。それから顔を出してはすぐ潜りをしばらく繰り返した私は案の定のぼせた。フラフラの状態でお風呂から出た私は母に支えてもらいながら今のテーブルに座った。母が冷えたタオルを私の頭に乗せ隣に座る。テーブルには出前のお寿司が並んでいた。私の大好物だ。食べられるか？父が心配そうに聞いた。私はうなずいた。のぼせたおかげで目の腫れもだいぶ隠れている。今のうちに冷えたタオルで目も冷やしておこう。いただき。純平がウニをつまみ一口で口の中に入れた。うまっ。ほら、ウニは麻美のものだ。父が慌てている。何それ。母さんエコひいきはいけないって言ってよ。純平が不満げな顔で母を見た。お父さんのおごりなんだからお母さんは何も言えません。母が微笑み、父が深くうなずく。なんでよそれ。純平が大げさに膨れてみせた。父は満足げに微笑み、麻美、ゆっくり食べなさいと純平を制止しながら言った。うん、ありがとう。家族みんなが笑っていた。こんな夕食久しぶりだ。東京に出てから笑うことを忘れていた。いただきます。私はお寿司に手を伸ばそうとした。その時私の鼻から体中に幸せが駆け巡った。家族全員同じ匂い。その瞬間私の目からドクドクと涙が溢れ出した。潤んだ視界から心配そうに私を見る父母
純平が見える。私は慌てて、鼻に来たと泣きながら笑った。父、母、純平が一瞬キョトンとした。そして、兄貴、まだ食ってないよ、と純平が吹き出した。父と母も続けて笑い出す。私はもう一度深く深く匂いを嗅いだ。そしてまだ笑ってる父母純平に混ざって大声で笑った。明日朝一番の電車で東京に戻ろう。私はもう大丈夫だ。私の心と体が一致した。ありがとうございます。